国会ではその事業仕分けをめぐってこちら、自民党で一番人気の小泉進次郎議員と民主党で一番人気の蓮舫行政刷新担当大臣が激突しました。中継です。小泉議員は蓮舫大臣に改革への本気度、覚悟を見せろと冒頭から火花を散らしました。公務員改革担当、自分たちの1割さえも切れない、これで公務員の皆さん本気で改革に協力しようなんて思ってると思いますか。小泉さんが人気があるのが非常に分かるぐらい的確な質問をいただいております。ただ一つだけ、人を指さすのはやめた方がいいのかなと、やらないとは言っていなくて検討をさせていただいている。私が今の答弁を聞いてて、蓮舫さんがなぜ人気があるのかが分かりませんね。小泉議員はさらに特別会計の仕分けで民主党がマニフェストで約束している17兆円近くの財源は捻出できないと厳しく指摘しました。これに対して蓮舫大臣は財源捻出の機能はあるとしながらも制度の見直しが大きな目的だとして具体的な金額には言及しませんでした。いつもは強気の蓮舫大臣も小泉議員の質問ぶりに何度も一緒に仕分けをしたいと呼びかけるなど、人気者対決は小泉議員に分があったようです。